안녕하세요. 한글노트 카토입니다. 오늘은 한국어로 자기소개를 합니다. 저는 카토 히토시라고 합니다. 한글노트라는 블로그를 운영하고 있습니다. 85년생 36살이라서 아저씨인데 한국으로 어학 유학가로 왔습니다. 고향은 일본 아이치현인데 한국 사람에게는 아이치현이라고 말해도 잘 전달이 되지 않아서 항상 나고야에서 왔습니다 라고 말했습니다. 사실은 나고야에서 자동차로 1시간 반 거리는 곳에 살았던 시골 사람입니다. 취미는 야구하는 곳입니다. 일본에서 배팅장에 매일 다녔습니다. 한국에서도 야구를 하고 싶어서 저랑 캐치볼 해줄 사람을 찾고 있었는데 요즘 찾았습니다. 일은 웹디자이너로서 혼자서 회사를 경영하고 있습니다. 한국에서도 일을 한 적이 있어서 여러 가지 경험을 했습니다. 아직 한국어를 잘 못하지만 많이 공부해서 한국어를 잘 할 수 있도록 합니다. 이카가 되시다 でしょうか? 이야, 初めてなんですよね。ちゃんと 韓国語で YouTube を撮るって全然今までやってこなかったんですけど、まあできなかったんで。ようやくちょっと喋れるようになってきて、こうやって少し話せるようになりました。いやでもこれもね、めちゃくちゃ撮り直してますからね。何回も間違えて。韓国語喋るときに気をつけてる点がやっぱり発音とイントネーション。もうね、発音が本当難しいじゃないですか。もう単純なこと言えば、ハミだ。日本語だと、ハムニだ。 って言ったりするんですけど、やっぱりそれ日本語じゃないですか。韓国人ってハムニだって言ってないですよね。なので、ハムだ、ハムだっていう形で、ちょっと発音とイントネーションを気をつけて言ってるつもりではあるんですけど、まだまだ全然上手くないですね。で、この文章を考えるのも、もうこのまま思いつきで話してるんではなくて、ちゃんと文章に起こして、これが合ってるかどうかも友達にも確認してもらって、それで暗記して話してます。 なんで、まだまだこう自然に出てこないんですよね。ほんと難しい。しかも韓国語で年齢を言うときって一つ足さなきゃいけないんですよ。それがすごく嫌で。日本だと35歳なんですけど、韓国だと36歳って言わなきゃいけなくて。まあいつも間違えて35歳って言ってるんですけど、まあこんな感じで韓国語でこれからどんどん YouTube も撮っていこうかなって思ってますんで、またよかったらぜひ見てください。そして、 まだまだだなとか、ちょっと成長してきたなって皆さんに少しでも思ってもらえるように頑張っていきますんで、今後ともハングルノートよろしくお願いいたします。じゃあ今日も見ていただきありがとうございました。ハングルノート加藤でした。よかったらまた次の動画もご覧ください。ハングルノート加藤でした。じゃあね。